株式会社第一音響は昭和45年に設立されて以来、富士テレビを中心に様々な番組などの選曲、音響効果を担当する老舗の音響効果会社。1970年、富士テレビの音響効果部の効果技師が独立し、吉田和弘を中心に富士テレビと富士プロダクションが資本参加して発足。テレビ番組、ドラマ、CM 映画、アニメーション、 VP、イベント、ゲーム、映像、ウェブコンテンツ、コンサート、舞台など様々な映像コンテンツの音響効果を呼び、選曲、MA 技術、音楽制作を主な事業内容とする。効果、選曲の他にも自社による音楽企画制作やプロデュース、演出、技術を扱う。2015年、富士パシフィックミュージックのグループ会社となる。 親会社のフジパシフィックミュージックが管理する音源を第一音響に提供することでフジパシフィックミュージックは資源の有効活用を第一音響は音源ラインアップを拡充しているフジパシフィックミュージック代表取締役社長であった上原徹と第一音響代表取締役社長の柿崎譲る氏による多くのジャンルに挑戦し 幅広いニーズに対応していきたいとの考えに基づき、第一音響は、Do for Others を旗印に掲げ、事業を進めている。スタッフ元スタッフ報道、情報、ワイドショー番組スポーツバラエティ、音楽テレビドラマ、ありがとうございます。